こんばんは、うさおでございます。さあ、本日も引き続き無人島サバイバルプロジェクトキャストウェイやっていきたいと思います。前回私はですね、こちらのこの沖なんの木のところを漁ってなかったと。ここの今島いる島、ここの島今いるってなんやねんここのいる今、違う、ここのここの今ここにいる島はですね飛行機が墜落していた島、まだ戻ってきたんですけど、そこの上のこのこの沖縄の木なんだろうなと思ってここまで登ってきたんです。そういえばここ見てなかったなと思ってきたんですけれども、こちらほらー、びっくりした、もうカモメ、カモメが飛んだな、ほんとに。で、この子にブループリントがいっぱい落ちてるんだね。これをとりあえず拾う、更新、これも拾う、これ拾える、ほら3枚もブループリント拾っちゃってっから、これやっぱこういうところ、ここの島最初来た時に天気が悪くてあんまりこの上の方まで見てなかったんですよね。いやだからさ、これ絶対メモ帳とか落ちてると思うんですけど、まあ、びっくりマークはなさそうはなさそうですね。でもすごい、あのポストイットどうしたらいいの分かりづらすぎるんですけど、でも前回のなんかアップデートを挟んだおかげでポストイットに近づくとですね、びっくりマークがつくようになってて、これあータイヤあそこに1個あるな、まだ拾いきれてないタイヤですね。あれこのここの点分かります、ここタイヤですよね絶対。でここの島はひとしきり漁ったと思ったんですけど、内陸がこのさらに上の部分が漁りきれてなかったっぽかったですね、結局のところで。私はですね、こう新しい島も行きたいんですけど、弓を作りたいから羽を手に入れたいんですけど、これですねコメント欄でまたいただきまして、ふさおくんよく見たらあなたねみたいな罠作れるでしょみたいな。どれでした？なんかね、いやこれね、弓は作ったんだけど、アローのこの矢がなくて、矢を作るためにはこのフェザーが必要なんです。ただこれはなんかこう罠仕掛けれたんじゃないみたいな、それで鳥を捕まえるんじゃないか説が出てるんですけど、どこだった？罠なんかあったんですよ、罠っぽいやつがどこかにあったんですが、見落としてる。またこれ罠、鳥の罠みたいな。あ、これバードスネア、これじゃないかな、これで鳥捕まえるみたいな話なんで。ちょっとよく見たらさ、カモメ飛んどるやん、ここそういえばねえ、今普通にほらカモメが飛んだやってる、カモメが飛んでますね。あ、でここ飛行機でしょ、やっぱそういうことですね。ここはだからそのまま上に上がってきて、これあ、びっくりマークあるわ、出ました、またびっくりマーク。ここまで近づかないと、いや膝弱いんだった、しまった、 HP めっちゃ削れた。え、どれ、うわ、これちょっと、これどうやって、ちょこれ痛い、ちょっと待って、あーもうなんか痛い、今なんか痛ねえ、今なんか虎だね、今私虎に噛まれましたよね、今虎に噛まれたよね私ね、虎、今なんか虎に噛まれた気がするんですけど、私違います、なんか一瞬虎に噛まれた気がするんだけど、虎じゃなかった、ガオガオ言ってたよね、チラッとしか見えなかったんですけど、なんかヒョウ柄っぽい、チーターなのか虎なのかちょっとわかんないけど、チーターかな、模様的に虎柄じゃなかったら、なんかチーター柄っていうか水玉模様っていうかだよね多分。ちょっと待って、これ槍とか作った方がいいかな、いやでもあの噛み心地はすごかったよ、一瞬だったから。ちょっと待って、これこれちょっと一回置いてだね、置いて、これ何で作るんだっけな、この攻撃の、スピア、それこそ無理じゃねえのかって話、あ、スモールスティックだった、これ持って、じゃあこれ持ってだよ、ここのここから降りて膝を私は打ちつけて、アウチってなってだよ、この辺にいたんだよね、いたよね、あの水玉模様みたいなさ、これスッと取れる、これだけ、これだけスッと取ってがいたんだよ、この辺に。これ飛行機のところでしょ、前回この飛行機のところ来た時にさ、そんななんか水玉模様のやつなんていなかったよね、あれか、アップデート変わったのか、追加されたか、ヒョウっぽい感じの、トラなのかヒョウなのか分かんないけどぽいやつ、いなくなってんな、なんだ、何が起きたんだ、一瞬噛みつきに来ただけか、これちょ、あ、でも待って、またびっくりマーク出てるわ、ここにもいる、いない、
あーただただもうこんな高い位置にポストイット貼るか普通。おらいた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 、たげられたい、これこれたげられたかな。すごいちょっとポストイット集めるのめっちゃ大変ねえ。おじさんのさポストイット集めがすごいもう困難極まるんですけどねえ難しすぎる。ちょっとあ、いる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 、そこにいるわ、ほらあいつ、ほらほら、これでいける、おらいや肩弱すぎ肩弱すぎるでしょ。もうちょっとさ室伏出してもよかったんじゃない。室伏違うか、やり投げじゃないじゃん選手的には。ええ気づかれてない気づかれてない気づかれてない、大丈夫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 、こっち走ってるあいつ、やばいやばいやばい、ちょっとちょっと高いとこ高いとこ高いとこ、ずっと俺のターンできるんじゃない、ここならずっと俺のターンできるんじゃない、どう、あいつビビったな、ちょっとあいつ高所ビビった、ちょっとや槍をさこれ作って、何アイテム、なんとかなんとかアイテム、なんでスモールスティック5本も使うの、ちょっとそれ聞いてねえわ、スモールスティックそんなに使ってるのは聞いてないから、ちょっとここでスモールトリースモール、いやスモールトリーをさらに短くしなくちゃいけない、ここであんまりゆっくりしたくないんですよね、虎に後ろお尻噛まれそうでめっちゃ怖いんですよ、大型スティックしかないもんね、これで、いやしかもさこういうタイミングで斧がなくなるっていうまさかのね出来事、そうだろう、まあちょっと一旦引きますか、ここ反対側にイカダ止めたことを忘れないように、まあさすがにイカダは忘れないか、この辺で私はキャンプを張っていたはずだから、私の残骸が、サオの残骸、あーコモノドラゴンがここにいる、コモノドラゴン一旦するし、もうちょっと向こうでしたっけ、キャンプしてるから道具がこっちはこっちで揃ってるはずなんですけど、ちょ虎か虎なのかヒョウなのかわかんないんですよ、ウヒョウだった、絶対そうだよね、ヒョウかなんかで、しかも全部これ集めきるの、あの付箋無理じゃねえか数的に、あたた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 、元私んちなんかさタイムスリップしたみたいな気持ちになりますよね、このもともと私がここで一生懸命作ってた、だもう知識だけは得てきてますから、成長してますから私、大型スティック大型スティック、ほらこれ傷んでるからこの水飲んじゃダメですからね、いろいろアイテム置いてってるっちゃ置いてってるな、この辺ネイルとかもちょっと回収しとけばいいな、使いそうですよね、あココナッツ、あほら傷んだじゃがいも、ココナッツは食べれるんじゃない、どう、違う違う違う、これここ行ってココナッツは、あ、食べれますね、ちょっとお腹が喉が渇いてるからココナッツでとりあえず水分補給しといて、これは回収しときます、で、ユッカ、あ、ユッカがないんだ、先にストーンアックス作ります、で、ストーンアックスしたら木を短く切ってスピア、いや、でもここでカモメがいっぱい飛んでるから、初期リスのさ、自分の実家の拠点でカモメ罠作っても飛んでるトニがいなかったら意味ないんじゃないか説あるで、ここで一旦、え、キャンプします、もうそのままここで罠を作ってここに設置した方がワンチャンいい説ないですか、ちょっと虎とも戦いたいんですけど、その前にちょっと罠これをだよこれ1個でいいのかな、ねえ1個、あ、ラージスティックだ、1個でいいのかな、ちょっと木切っていきましょうか、とりあえず、はい完成しました、これが鳥罠、なんもないところに設置しても大丈夫これなんかさもうちょっとカモメがいっぱいいるところにわざと設置しないといけないとか、こんなところでいいのかな、他のところにも設置しに行きますか、このもともとイカダをつけた場所の近くでも設置してみます、この辺にも、鳥罠設置しといて、何が足りない、あロープか、でラージスティックはここにありますから、これを入れてロープ作んなきゃいけない、ユッカだね、ユッカ次は、まあ、いいですね、ユッカの木がここにあるから、このこれを叩いてユッカ大量に回収します、もう一個この子も叩きて、この子のユッカも回収させていただき、あもうインベトリーフルだ、先にじゃあこっちからアイテム、ネイルをどうやって持って帰るかだよな、カバンに入れたまま持って帰るのが、このストレージいや怖いですよね、こっちここ使うの吹っ飛びそうなんだよめっちゃ怖いとりあえずこれでロープ作って、はいロープ作って、いやインベントリーフルだ、じゃあ一旦ここに預けますか、ネイルはよく拾うからネイルぐらいは置いといてもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どう思います、ネイルね、ネイル結構持ってるんですよ、ネイルぐらいは預けといても飛んでがないかなって、ちっちゃいし、いやこれ飛んでくかな、いや今もうパンパンなんですよアイテムボックスが、だからあんまり回収できないから、これでインベントリーフルでしょ、でこれでロープを大量に作っとい
でちょっとロープ作ります。よし、これでロープ結構できたんで、ゆっか、あ、めっちゃできましたねロープ。あ、オッケー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 。石ってこっちなんでしたっけ。これはストーンコンテナエンプティ、いや、ストーンコンテナ入らないんですね。やっぱ石しか入らないのかな。石、このコンテナはなんか石入りそう。ストーンシェード、あ、シェード用のコンテナもありましたね。ちょっとシェード用のコンテナはいけるかどうかやってみますか。これだ、シェードコンテナ、こっち作ってみます。これはいけそうな気がしません。どう、スモールスティックとロープが4本、あ、じゃあラージスティックか。あとストーンシェードがいる。とりあえず木こりだな。おい、こっち側の罠も一応完成はさせといたんですけど、これにってこれに鳥が引っかかるとはマジで思えないんですけど、どう、大丈夫かな。よし、これで、あとはストーンシェードが、石がないんだよね。石。オッケー、石持ってきました。そうすると、これにだよ。何が預けれるの？あー、やっぱりね。これさ、普通に鉄鉱石系も預けれるかな思ったんですけど、いけるわ。こっちの方は30個入れれるから、これは石だけなんだけど、こっちの方はですね、他の鉱石も預けることができるから、これでバックパックの中かなりすっきりしますね。あ、そういうことか。あー、オッケー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 。ってことは石掘れるわ。これゴールド掘れでしょ。これとかもガンガン掘ってですよ。そういうことじゃない。そういうことだね。で、持って帰れるってことだもんね。あ、よし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 、オッケーオッケーオッケー。あと持って帰りたいのはこのティンってやつで、これどうやら、これもコメントで教えてもらったんですけど、鈴らしいんですよこれ。この鈴を、あ、鈴って書いてあるわ。鈴と銅の、これか、カッパ、これを一緒にかまどで焼かないとブロンズはできませんよみたいな話があったんで、これ両方取ってかなくちゃいけないってことですよね。両方とも均等にここを破壊しつつ、あと鈴の鉱石も取ら、いや、出ましたよ、ピッケルすぐ壊れる問題。ピッケル。いや、これこの石もちょっとすごいですね。これちゃんと叩いたところから順に壊れてくから、回収するのが大変当たり判定が絶妙な感じになるんだよな。これで結構でも集める、あ、結構パンパンですね。集めれるだけ集めたので、一回戻るかね。一回拠点戻って、で、ブロンズ、カッパ、銅ですね。銅のインゴットを焼いて、銅の文明に進めたいんですよね、私。ちょ、一回戻っていいですか。これも全然全然罠にかかる気がしないんだけど、もうこれでちょうどストレージもですね、パンパンになるんですよ。ほら、これ、いや、おい、もう飛び散ってんじゃん、ネジ。ちょっと、今、自分の目を疑ったんだけど、だよ、もう、もうネジ飛び散ってる。ねえ、持てないんじゃない、しかもこれ。ちょっとちょ、このネジ回収したいんだけど、回収した、はい。うっそ、やっぱこのストレージダメだ。こっち大丈夫かな。これでもう30個鉱石パンパンなんですよ今。これで30個ね。これはなんかガチッとさ、道具ラックみたいな感じでガチッとしてるイメージあるじゃないですか。多分大丈夫だと思うんですけど、これはダメだね。ちょっとこれ、ちょっとネジ取れるだけ、持てるだけ持って回収した方がいいな。これ飛んでくぞこのネジも結局。あー、もう持てないわ。ってことはカバンの中もこれでパンパンで、あ、ココナッツ飲んでストレージ開けよう。開けて、いや、もう持てない。マジかー。なんか圧縮できそうなものもないよねこれ以上ね。これ絶対この4つを無事に持ってかれる自信がないんだけど、この鉱石も問題だよ。ちょっととりあえず戻ってみますか一回この状態で。で、まずは向き方向転換しなくちゃいけないから、この方向転換をするときにさ、これ物理でぶつかっていくじゃないですか。こういうことをすると余計当たり判定がおかしになるんじゃないか説あるんですけど、でもこれで向き変えるのが一番早いんです。これ船でさ、ぐるーっと回ろうと思うと大変なんだけど、なんか食らってんな、すごい。サメか、これサメか、今サメ食らってんのかこれ。なんか、うわ、私 HP 減ってません、なんか。はい、あー、押し続ける、乗ります。はい、とりあえず怖いからもうとりあえずこんくらいにしといて、全然向き変わってませんけど、実家はあれだね、あのとんがった石が、岩が切り立ってる方が実家なんですけど、これで立てて旋回、よし、一旦これでちょっと実家戻ります。いやー、ダメか、もう飛び出して、でかい波が来ると飛び出るね、これね。これ、おー、危ない、まあ、ネジいっぱいあるからいいっちゃいいんですけど、でもできれば持って帰りたいじゃん。あー、来るぞ、でかい波が。このでかい波、おー、大丈夫、大丈夫、よー、セーフ、ちょっと待った、あれ、実家じゃねえぞ。
電波塔の拠点じゃ、あれもう一個向こうか、電波塔の拠点。あれこれ一番ちっちゃい島、あー最初に渡ったちっちゃい島で、それのさらにもう一個あっこが、あっちね、うっすら見えてるところ、あそこが実家かな。これ違う、あ違う、電波塔向こうだ。うわー間違えた、こっちからこっちに来ちゃった。やっぱついでに寄ってきますか、この島も一回行ってないんですもんね。はい、間違えてついちゃいましたけど、本来であればこれも最初に来た島だね、第1の島みたいな、あそこが実家だね形的に。で、ただアップデが入って、あのびっくりマークがついてからですよ、こっちの島にまだ私降り立ってないから、他にびっくりマークつかないかどうかと、周りの、あこれ青いキノコ食べちゃダメだね、キノコは虫って適当に食べたらえらいことになりますんで、カメいるでしょ。あでここでほら鈴をゲットできてたんだ、ここで。あー今だからこそわかる細かいことが。あここにもカッパあるんじゃん、あカッパあるじゃん。で他に、でこの崖の上登ったじゃないですか、覚えてます皆さん、私が、あー拾えないもんココナッツ、あやばい寝ないとダメだな、睡眠ゲージがやばくなってるわ。あーでさらにそっち側の島、あなんか建物は見えますね、あっち側回ってないな。でここら辺でキャンプしてて、おっとこんなところにブループリント普通に落ちてるけど、スルーしてますね、それとも表示されてなかっただけか。これ最初の島でもびっくりマークは特につく感じはしないんで、これちっちゃいですからね、あっこの島行きたいですね。とりあえず今どっちにしろ鉱石持って帰れないから、一回やっぱ戻んなきゃいけないか。こっちあんま何もなかったっすわ、一旦このまま、うん、そっちはね実家はちょっと眠いな、やばい睡眠ゲージがやばくなりそうだから、ちょっと今のうちに方向転換して急いで戻りましょう家に。今さすごいこと思いついちゃったんですけど、やってみていいですか。これさ、この状態にまっすぐ行けばセッティングでするじゃないですか、この頬を張った状態で進んでるじゃないです、時間かかるんで寝てみる。そうするとどうなる、これ寝るとなんか寝る位置がおかしいな、ゲットアップ、あやばい、あもうびっくりした、あっうわー怖わかります、寝てる自分はその場に置い去りにされて、いかだだけまっすぐ進んじゃうみたいなパターンになりそうで、ちょっと怖いな、これはちょっとさすがに無理か。じゃあ意外にこれ移動に時間がかかるんですよ、だからあれちょっと待って、どこ行った、あ左だね、だから移動に時間がかかるから、これこの間に睡眠で寝てしまえば起きたらついてるとか、そんな楽なことはないかなってちょっと一瞬思ったんですけど、ちょっと危なかったな今なんかね、ちょっと一瞬飛んだよね、ちょっと危険なことだ、この状態でさ、いかだだけまっすぐ進んで自分だけ浮いた状態で寝てて、で置いてかれるっていうのが一番怖いもんね、それはちょっとやめようか、さすがに怖いな。えい、到着いたしました、帰ってきたけどやっぱちょっと垂れ、ネジが3つ生きてる、ネジは1個飛んでっちゃったか、もうちょっとしょうがない、まあこれなるべく持って帰れた方でしょう、こう考えるとね。はい、ただいま戻ってきました。でこの状態で一回ちょっと荷物今パンパンなので、アイテムボックスを整理整頓したり、すごいですねこの保存方法が一番やっぱ分かりやすいな。ちょっとアイテム整理整頓します。あ違う、先に寝よ、先に寝よ、忘れてた忘れてた、やばいやばいやばい、ちょっと先に寝よ忘れ、危な、セーブするの忘れるよねやっぱりね、久々にやると。セーブして、ちょっとりあえずセーブします。はい、セーブしました。でちょっと寝ますか、もう暗くなっちゃうけど6時間ぐらいがっつり寝といて、半分ぐらいにしとく、ここら辺でウェイクアップしとこうか、これでゲットアップで、そしたらまだそこまで日は落ちてないですね。あーでももう夕方か、 OK で、これで回収してきたこの石を取ってだよ、テイクオール、テイク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 、あれなんでこれ以上取れないの、もうバンパン、いや違うよね、テイクザシェード、あーこれで取れるのか、あー取って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 いく取っていく、あこれでもうインベントリーフルード満パンと。でこの状態で私はインゴットをこのかまどにセッティングすると。でこれでだ、まずは、カッパを入れます。でティンと一緒に焼く、重ねる、あ重なるんだ、あーこれ重ねないといけないってことね、あこれでなんかできたわ、あはい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 、カッパーと銅と鈴を一緒に重ねて同じこの器に入れると、あーでこれでスティック、スモールスティックがありません、嘘、持ってるでしょ、スモール、ないわ、スモールスティック全部使い切ってるわ、あー了解、ちょっと待って、スモールスティック、スモールスティック、船に積んでるやつか、よし、キー持ってきました、これで木を入れて、木を入れて、木を入れて、まだダメ、うーん、フューエルスモールスティック、まだ入れなくちゃいけないのか、これ全部入れないと
やべ、回収しちゃった。で、これで木を入れ続けて、え？フューエルアットマキシマム。え、ダメこれでも。嘘、押し続ける。あ、できたできた。あ、できた、できまし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 た。これで7分。あ、そうでもね、やっぱこのゲーム内1分めちゃくちゃ早いから、10秒ぐらい、5秒ぐらいで1進むから、これ待ってりゃすぐできますね。よーし、これで、チーン、できましたー。ブロンズインゴットできたるー。できた、ブロンズインゴット。あー、すごー、こうやって作るんだ。あー、じゃあもう先にカッパーセッティングしといて、ここはもう一個カッパーセッティングしといて、カッパーとティーンを一緒にやんないといけないっていうのが、これは分かんなかったぜ。ひたすら私は銅を多分入れてたと思う。あーはー、オッケー了解。でこれで押し続けて蓋しといて、こっちはこっちで焼いておくじゃないですか。で、私はこの銅のインゴットを手に入れてますから、これでだ、ついに私は銅文明に進めるんじゃないか。でっきゃ、シルバックス違う。あ、でももう解除されてる。あー、ブロンザックス作れたー、みんなー。しかも持てない。なんでカバンがパンパン今。あ、ツルハシが2個もあるからか。よしよし、ちょっと待って、ドーグラックにツルハシ預けの、ここで、ちょっと待って、早く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 預けたい。早く預けたい。早く。なるはやで預けたい。よし、預けた。で、これをゲットします。来ました、ブロンズアックス、私は手に入れることができました。やったぜ。次、シルバーも欲しくなってくる。そうなってくるとね。んで、そうなると、グラナイトスピアじゃなくて、ほら、ブロンズピッケルもいけるんじゃないの、クラフト。いやこれ、出てきたー。いやー、みんな銅文明に、私は突入いたしました。ありがとうございます。